はい、どうも、ゆらたまです。今回なんですけど、超究極のディオ。こちらの方を水浴の食キャラクター2体入れた編成で攻略していきたいと思います。で、本当はね、水浴の食キャラクター3体を自陣に組んで攻略したかったんですけど、安定して、かつ楽にね、攻略するってなると、2体までが限度なのかなと思いまして、今回は1体はね、自陣でガチャキャラ強い限定キャラクターですね、ルシファーを編成しております。ので、そこだけご了承ください。はい。で、これね、なんで今回 A ゴーラを採用したかっていうと、これ 2P と 3P のキャラクターですね。A ゴーラを採用したかっていうと、この A ゴーラ強いところがめちゃめちゃあります。まずは、ダメージオールとワープ適性も持っています。の反射キャラクター。これめちゃめちゃ強いです。で、プラスアルファ友情コンボが白爆発となっております。で、白爆発なんですけど、他のね、キャラクターの友情コンボを誘発することができるので、ルシファーとかエクスカリバーの強い友情コンボを誘発することができるっていうのが強いポイントの2つ目。で、3つ目。これが今回の、言ったら攻略の肝となってくるところではあるんですけど、ストライクショットで、味方のね、ストライクショットのターンを、言ったら短縮することができます。なので、ルシファーとかね、エクスカリバーで大号令で、かつ、短縮、SS ターン短縮とかね、壁 SS ターン短縮とか持ってるんで、ストライクショットは比較的早く打てるんですけど、打った後っていうのは、やっぱりね、その壁に触れないといけないとか、あとは味方に当たらないといけないとかっていうと、ルシファーとエクスカリバーもボス戦以降は、いろいろ動きが制限されてしまいますので、なかなか打つことができませんというか、今回ガチャキャラ2体なので、大号令打っちゃったら、ボス1、ね、ボス3ゲージあるんですけど、ボス1で打つ、ボス2で打つ、ボス3、あれどうするみたいな感じになっちゃいますので、それをね、短縮することで、ストライクショットの回転効率を速くして、火力を出していくっていうのが、今回の攻略コンセプトとなっております。はい。ということで、普通に道中に関しては、このね、友情コンボ、ルシファーとエクスカリバーの友情コンボを出しながら立ち回るようにしましょう。ね。ルシファーはね、このダメージオールワープ持ってませんので、結構ワープーになります。で、エクスカリバーは逆にダメージオール持ってないので、しっかりとね、どこのダメージオールが貼られてるかっていうところを見ながら立ち回るようにしてみてください。で、混乱攻撃なんですけど、エクスカリバー、ルシファーに関しては、初段ね、混乱攻撃は降りてくるんですけど、バリアを持ってるおかげで効きません。なので、友情コンボを出すことができます。なんですが、A ゴーラはね、混乱攻撃を受けたときに、そのね、友情コンボを出すことができません。味方に当たっても友情コンボが出ませんので、そのあたりは注意して、味方がね、味方の状況とか味方のステータスを確認しながら、指差し確認をしながらね、打つようにしましょう。で、それすることでね、かなり安定することがします、できますし、混乱状態でバリアのキャラクターに当たると、バリアが剥がれちゃうんでね。で、ここ HP が回復しないので、なかなかね、だんだん HP 削られて厳しい戦いになるので、ちゃんと混乱状態かそうではないかっていうところを確認してください。はい。守護獣おすすめなんですけど、今、誰でも手に入ることができる工場のビビアンを使ってますが、返品してますが、今回攻略動画っていうところもあって、今回ビビアンあえて使いません。で、守護獣のおすすめはチョッパーとなります。で、これワンピースコラボの、守護獣なんですけど、チョッパーのおすすめな理由として、状態異常回復を直してくれるんですよね。状態異常回復を直してくれて、HP を、言ったらマックスレベル10の状態であれば、8割回復っていうところが、すごい強いです。で、この状態異常回復なんですけど、魔法陣の状態も回復してくれます。なので、めちゃめちゃ優秀っていうところですね。で、開幕で、ね、今ここボス1にルシファーを打ったんですけど、開幕で、ね、ストライクショット打てる、大号令でストライクショット打てる場合は、どんどん打っちゃってください。本当にね、打つか打たないかで、だんだん不利になってくるので、初段ね、ルシファーとかワープが、ね、出てないので、打てる時はどんどん打っちゃいましょう。それがね、攻略のポイントになるかなと思います。で、エクスカリバーのストライクショットに関しては、こういう風にダメージオールが貼られてる時は、本当にね、HP0 にして突破するしかないので、そこだけね、気をつけて、エクスカリバーの場合は、HP0 で突破しても大丈夫、守護獣残ってるみたいなところも、指差し確認しながら、本当にね、削り切れるとかっていうところを確認しながら、立ち回るようにしましょう。はい、ボス2になります。で、ボス1はルシファーのね、ルシファーのストライクショットとルシファーの友情コンボが、めちゃめちゃ活躍しました。それはね、弱点があるからなんですけど、ボス2は弱点がありません。なので、ここで活躍してくるのが、エクスカリバーのストライクショットとなります。
今回なんですけど、まあ、できれば打ちたかったんですけど、ちょっとね、配置とかもろもろ考えて、ちょっとね、打たないような形の立ち回りをちょっと考えてます。で、本当に言うと、開幕後のエクスカリバーに挑戦して、ストライクショットを打ってあげるのが、一番楽に攻略できるムーブです。HP も結構削れてるんでね、ここは打ちません。ワンチャンルシュワをね、打とうかなと思います。で、エクスカリバーに関しては、ラストゲージにね、一本残して、開幕とかね、そういう形で打っていければっていう風な形でちょっと考えております。で、A ゴーラーに関してはストライクショットね、溜まったら、まあ、時短とか短縮いけるんですけど、エクスカリバーとルシのストライクショットはね、もう2段階溜まるじゃないですか、ほぼほぼね。なので、今回は、打ちません。はい、ってな形でね、こういう風な形の慎重な立ち回りですね。結構ボスのね、即死まで案外長いんですよ。案外長いので、雑魚処理はね、友情コンボ当たるだけで自然と解けるんでね、あとはしっかりと友情コンボ出しながらちょっとずつ削っていくことができれば攻略ね、クリアに近づくと思います。で、今回なんですけど、まあ僕ね、いつもこういう超究極の、まあ、高難易度っていうとお手伝いライブやってるんですけど、まあ、今回もね、やろうかなと思います。で、ルシファー4とかエクスカリバー1体の編成だとめちゃめちゃ楽なんで、持ってる人もね、その編成でやってもらえればなと思うんですけど、どうしてもキャラがいないよって人が多分多いかなと、まあそこそこね、いるかなと思いますので、まあその人はね、A ゴーラ取ってゲットしてね、ぜひライブ配信に遊びに来てください。宣伝です。はい。ということで、今、ルシファーね、打って、ごめん。宣伝ですって言いながら、ルシファー打った SS ので、ちょっとミスを帳消しにしようかなと思ったんだけど、まあ、あまりに下手すぎてね。だから、ここはルシとかは、横とか縦とかで打つんじゃなくて、ワープンもあるので、斜めで打ったりした方が結構ダメージね、伸ばしたりできます。であとはしっかりとね、エクスカリバーのターンに挑戦して、ストライクショットね、A ゴーラ打ってっていう風な形です。で、これルシファーもね、当たること考えたんですけど、まずね、エクスカリバーの友情コンボの方が強いので、エクスカリバーの友情コンボ出しながらっていう風な形で立ち回ります。なので、ルシファーに当たることができませんでしたが、これね、当たることができれば、もうラストゲージね、まあ、なおさらね、簡単に楽々クリアすることができます。で、これエクスカリバー配置悪いっすね。配置めちゃめちゃ悪い。もうちょっと良かったら壁止めスイスでそのまま持っていくことができるんですけど、ちょっと配置が悪いので、まず雑魚処理だけになっちゃいました。で、とはいつもね、右下の雑魚処理は残るっていう風な形で、あんまりね、よろしくはないんだけど、しっかりとね、右処理、雑魚砂処理しながらっていう風な形で立ち回ります。これは横貫しながらですね。横貫しながらっていう風な形です。で、これ、なんで、鬼とかもね、即死攻撃なんですよね。なので、雑魚処理、三つにしないと、雑魚に関しては即死がまあまあ早いので、そこだけ気をつけるようにしましょう。で、これ、A ゴーラ横貫しながら、ちょっとね、入れ番で戻ってきたんですけど、まあ、しっかりとね、処理することができれば、あとはエクスカリバーと、まあね、ルッシュファーストライクショットを打って、最後ラストゲート掘りって削れるっていう、削っていくっていう風な立ち回りになります。はい、これしっかりと、A ゴーラはね、立て勘で、左の雑魚処理するような形で動いております。こんな感じでね。ちょっとね、まぁ、ちょっとミスったんだけど、まぁ、次のね、エクスカリバー友情コンボを出せますので、しっかりと、即死前に倒すことができます、鬼も。はい、これエクスカリバー縦勘ですね。縦勘に処理します。で、これ 2P の A ゴーラ、ストライクショット打って、完食して、ルシファーとエクスカリバー打てるようにしてっていう風な形で、多分エクスカリバーのストライクショット打てばね、1段階でも削れるかなと思うので、そういう風な形で立ち回ろうと今、やっています。で、ここはしっかりとね、こういう風な形で友情コンボを出しながらっていう風な形で削っていきます。で、ここね、まあ、ヒダメージが痛かったりするので、まあ、普通にね、ストライクショット打たないキャラのターンで、リリアンとか使ったりして、HP をキープするようにしましょう。はい、これ、ストライクショット打つことで、ルシファーとエクスカリバーが、次のターンにストライクショットを打つことができます。はい、これ完璧ですね。めちゃめちゃ完璧なムーブです。はい。こういう風なね、ひらめきたいので、ま、今5000とか結構やばいじゃないですか。こういう時にビビアンとかね、回復の守護獣があると、すごいおすすめなので、回復の守護獣を今回は編成しましょうっていうのが先ほど言った理由です。で、細かいね、内容とか、厳選内容とかは、ま、普通にテキストとかね、キャプチャーとかに出しておりますので、まあ、そちらを見てね、参考にしてみてください。はい。結構ね、紋章とかがっつりしましたけど、こんな形でもね、しっかりと立ち回り意識すれば、高難易度ね、普通に降臨キャラ2体変身してもいけることができますので、最後まで諦めずにクリア目指して頑張ってください。はい。ということで、今回ね、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。